私たちの研究室ではスマートな高分子の構造と物性を研究しています。高分子は結合の組み合わせの多様性から無限の可能性を持っています。高分子の気持ちになって、なぜどのように立体構造を決めているんだろうか、特徴のある性質をどうして表すんだろうかと調べて、性能の高い新しい高分子の設計開発を目指しています。古谷研究室では高分子一本差の立体構造、分子の集合配光構造、そして構造転移に着目して研究しています。設計した高分子化合物は自分たちで合成し、その構造と物性を測定解析します。また分子レベルで調べるためにコンピューターを使った計算機シミュレーションも行います。この3つの方法を駆使して研究しています。研究テーマを紹介しましょう。ポリアスパラギン酸エステルは温度や pH などによって主鎖が右巻き螺旋から左巻き螺旋に転移する特異的なポリペプチドです。測定解析からこの主鎖螺旋反転は側鎖根元のコンフォメーション変化が原因で起きていることが分かっています。しかし分子はどのように素早くスルスルと巻き替えているんでしょうか。この螺旋反転の転移機構を分子シミュレーションや測定によって明らかにして、生体高分子の研究分野に役立てようとしています。また螺旋反転を利用した新規材料の開発も行っています。基板状に重合した垂直配光薄膜や螺旋分子を組み込んだハイブリッドゲルを作成し、螺旋反転によって物性が切り替わる新規材料を開発しています。計算機シミュレーションの研究では、高分子差のアモルファス状態について構造と分子運動の様子を可視化して物性との関係性を調べています。液晶などの分子が配光している構造についても、熱伝導の物性を分子レベルで解明しようとしています。高分子物性のビッグデータを作成するプロジェクトにも参加しています。機械学習との融合によって革新的な特性を有する新しい高分子の発見に寄与する研究も進めています。高分子科学は人類社会、地球に役立つ学問です。皆さん一緒に高分子の研究をしましょう。興味のある方はぜひホームページもご覧ください。